こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回はですね、飯塚知恵先生によるレッスン動画になっております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、スイング時にフォームが崩れて手打ちになってしまうということで悩んでいる方に向けたレッスン動画になってます。はい、ありますね。ありますか。ありますね。でもこれメンタルもあると思うんだけど、うんうんうん、やっぱちょっと狭いところ狙うとき、あるあるある、やっぱ振り切れない、ある、体止まってっていうので打ちになっちゃうことはある。ありますね。メンタル的な要素でもありますよ。そうですね。それがね、うん、こういうポイントを分かってれば、うん、そうですね、うん、正しいスイングの練習でその手打ちフォームというのを改善する方法っていうのを今回知恵先生に教えてもらっております。はい、はい、ということで早速動画を見ていきたいと思います。はい、はい、今回は手打ちを直す正しいスイングの練習方法をやっていきたいと思います。はい、はい、そもそも手打ちになってしまう理由っていうのは、脳からの指令が大きく影響していて、脳からの指令がうまく当てたい、まっすぐ伸ばしたいということばかり考えてしまうと、上半身から動きやすくなっちゃうんですよね。うまく当てたいのにね。はい、なので下半身からしっかり運動の順番を整えるために、まずはタオルドリルを行っていきたいと思います。手打ちを改善するために一番簡単で一番早いのがタオルドリルになってきます。はい、ではまずどうやってやるかをご説明します。はい、長いタオルですね、ハンドタオルよりちょっと長めのタオルがおすすめです。そして先端団子にしていただき、中心を作っていただきます。そしてこれゴルフを忘れてブンブン振っていただきたいと思います。まず右で1本で持ちます。そしてアドレスの形を取ります。はい、この状態でゴルフのスイングをしようとするとなかなか手打ちとかになってしまいやすいので、ゴルフを忘れてビュンビュン振ってください。はい、これ前にジュンさんが難しいって言ってたんですけども、そうですね、うん、これ慣れてくると、うん、運動の順番が足、腰、上半身と順番が整うので振りやすくなるんですよね。はい、最初こう振りづらいって感じてしまう方は、上半身が動いて、あれなんか手打ちこれ治るのっていう感じで難しくなっちゃうんですけども、うん、インパクト後フォローでしっかり音が出るように早く回すためには、下半身からしっかり動かないと音が出ないので、はい、たくさん振ってあげると運動の順番が整い、手打ちフォームが治りますので、ぜひやってみてください。はい、これですね、私のスクールのレッスン生様たちがタオル振った方と、タオル振らない方、両極端に分かれてるんですが、たくさん振ってくる方、プロのように綺麗なスイングを手に入れられている方がたくさんいるので、ぜひ試してみてください。はい、手打ちのフォームを直す2つ目のドリルは、体をしっかり使ったドリルになります。このドリルの名前がオープンスタンスの宇宙観ドリルになっています。はい、この宇宙観って分かりますかね。宇宙観、急に メルヘンだ、メルヘンなのか何なのか分かんないけど、無重力。オープンスタンスの宇宙観ドリルです。野球とかの宇宙観とかってそうです。でも一緒に野球の宇宙観もちょっとわかんない。はい、じゃあまず宇宙観の説明しますね。宇宙のあれじゃないですか。あ、そっちじゃない。オープンスタンスで宇宙に打っていくみたいな。うん、じゃなくて、はい、宇宙観っていうのはライトとセンターの間に打っていく野球の。ライトってこっち？そうですね。はい。ボールのことを宇宙観って言うんですけども、オープンスタンスでやや右目に打っていくってことですね。あ、私は苦手なやつですね。そうです、そうです、はい、そうです。はい。これをすることによって手先だけで打てなくなります。はい、じゃあまずやってみたいと思います。ちょっとじゃあまっすぐ構えたところからオープンにしていきます。はい、この状態で向いてるところよりもやや右側に打っていきたいと思います。はい、はい、こういった形ですね。向いてるところも右に打つことによってインサイドをアタックして下半身主導を促すことができるんです。本当って感じですよね。じゃあ逆やってみますね。はい、
では、まっすぐ構えたところから右向きます。右向いているのに左を打たなきゃいけないっていうことですね。逆をやるとどうでしょうか。ちょっとダフって感じですか。上半身、上半身ね、気に動きますよね、うん、そしてダフりますよね、はい、はい、ということでこの逆のオープンスタンスの宇宙間ドリル、やや右側に打っていただくドリルをたくさんやっていただけると手打ちがバッチリ治ります。お、じゃあもう一回やってみたいと思います。オープンスタンスにして、うん、はい、こういった形で向いてるところよりも右に打ち出してみてください。なかなか手先がそれできないんですよ、はい、ということで体から覚えさせて練習したいって方はオープンスタンスの宇宙間ドリルをやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。手打ちね、はい、これはもう練習あるのみ、はい、今回の動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録とコメントと高評価も高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ次回の動画もお楽しみに。よろしくお願いします。お願いします